といったところなのですよ。ふーん、面白そうな試みではあるね。僕は引き受けても構わないよ。しかし、そのような大役を俺とこの男のような一生徒に任せてしまっても良いものなのでしょうか。本来は私がするべき仕事なのですがね、ご覧の通り、書類の山の処理に時間を取られて身動きすらままなりません。ならば、私が信頼する特待生の中でも特に抜きんでた成績を持つあなた方に任せたいと思ったのですよ。身に余るお言葉、光栄でございます。それでは僭越ながら引き受けさせていただきたく存じます。よし、じゃあ行こうか。おい、待たんか。ランベール中将閣下のお言葉の途中だぞ。ん？リュウリオ学長、まだ何か伝えたいこととかある？いえ、特には。だってさっき椅子。おう。さて、最初はどうしようか。男子寮まで来たのはいいものの、今日は休みだぞ。俺たち特待生は全員寮生活ではあるが、日中であれば学園にはいないのではないか。もう一気に全員と会うわけでもないから大丈夫。まずは見つけやすそうな相手から探すとしよう。僕が予想するに彼は美少年発見。相変わらず君の行動はいきなりだね、リズ。学園もお休みだから暇だな、どうしようかなって思ってたんだよね。そしたらテオ君の声が聞こえたからさ、抱きつけに行くしかないでしょ。リズ、お前というやつは。あ、ギス君もいたんだっけ。じゃあ私とテオ君はこれからデートとしゃれ込むつもりだから、あとはお好きにどうぞ。さあ行こうか、テオ君。ちょっと待とうか、リズ。ちょうどいい。僕も君に用があったんだ。え？何？もしかして告白？やだな、もう。そんなことしなくたって。私はもういつでも準備万端だよ。何のことかはよくわからないけど、そういう話じゃなくてね。実は他の特待生を探している最中で、僕たちはこれからジュリアンに会いに行かなきゃいけない。あのくっそ生意気なちびっこに。気分変わった。私帰る。逃がさないよ、リズ。その後に君も探す予定だったんだから。どういうこと？まあ詳細は後で話すよ。すぐに彼を引っ張り出してくるから。うるせえ、俺の部屋の近くで騒ぐなよ。うわ、出た。おはよう、ジュリアン。早速だけど、僕についてきてくれないかな。一応学長命令だから拒否権はなし。はあ、わかったわかった。ちょっと待ってろ。